2023年4月から放送予定です。プロデューサー、しっかり宣伝してくださいね。すみません。寝てたわけじゃないからね。この戦争は前の時みたいに偶然じゃねえ。誰かが仕組んだんだ。よし、じゃあ俺がもう一度戦争止めてくるわ。テレビアニメ異世界召喚は2度目です。同じ目だったのですぐに分かりましたよ。私と結婚してください。レベルアップした俺は2つの世界を輸送する。テレビアニメ「リセレベル」。持っているんじゃないでしょうね。なぜわかった？小生のパンツの色を当てるであります。アホかー。ドッキング、なんかよろしい。いいからさっさとやれや。ウルトラマン、盾。ウルトラマンファイナル。これは7番通路に正体不明の生体反応。とにかくやることは一つだ。ああ、俺たちの船を狙うドラッケン女王を倒す。エデンズゼロ、4月より放送開始。何人が犠牲になったと思っているんですか。この国を変える。どんなことをしてでも。オーケンはアニシャにしか止められません。オーケン様を助けてみせる。俺がボッチ様を支えてみせる。ボッチはいつか本物の王様になるんだ。子供に生まれていたらって考えたことはない？容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらって。公式さんって何者ですか？私は流れ星の民の姫です。は？事故による婚姻は望みません。まずは恋愛からが順序かと。よろしくお願いいたしますね。あの男とこの物語の結末を知っている。公爵様に取引をお願いしたく参りました。それは実に興味深い。人と人の一心同体的な感じ。仕事も任務も全て投げ捨てて猫と一緒にいたくなる。その誘惑どうやって振り切ってんだ。どうなってんだよ地球人。恋好き。私が逃げなくてよくなったのはあんたのおかげなの。私たちでミオリネさん助けるよ。守るわよ。私があんたを信じます。私花婿ですから。あの子の花嫁だからよ。逃げ出すよりも進むことを。寝てないの？日本人の4人に1人は何かしらの睡眠障害を抱えているそうだ。でも今回だけだよ。今更だけど、まさに異世界って感じ。クマクマクマベアパンチ。
2023年4月放送開始。こりゃいいんです。早くみんなに会いたいな。もうすぐです。あれもこれもそれもどれも全部あるよ。どうぞよろしくお願いします。またお供するには何か手土産が欲しいところだな。これは貴様らに運命の選択を与えてやる。あの時の続きをしよう。守るためには戦わなければならないのか。出るつもりはないのです。今日も私の負けでいいから、お弁当もあげるから。お父さんお母さん、私はこれから学園で学び、立派な爆裂魔法使いになります。この素晴らしい世界に爆炎を。おお、ハードシェイクがお好みか。まあそう警戒するなよルーキー。まあ美しさに関しては完全に普通以上だけど。お道の島も関係ない。必ず生きて帰る。君のために。忍術が見たいと言ってたな。徳と美よ、忍法非暴止。よくできてますね。あなたは特別なのです。そりゃあしばらく一緒に暮らしてますし。そうですよね。生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。どうなってるんだ一体。セブンビルドがめちゃくちゃになるね。ヒーローとして誰かを救いたい。ダグアンバニー2。ステージで繰り広げられる壮絶な逃走劇を見逃すな。逃走中グレイトミッション。どうしてこれって、まさかてめえか人類石化の黒幕は。待ちくたびれたぜ3700年。そそるじゃねえか。私もっと怖いもの知ってるの。だけど王様の目は全然違う。だから怖くないよ。僕は
じゃったのかな。そんな人死んでしまえばいいのに。あんな奴殺すんじゃなかった。あ、いや殺すべきだった。いや、この剣が全ての始まり。やめろ、俺があんたを止めるんだ、このキリランジェロが。マッシュ君はしょうがないですね。まあそんなところも好きですよ、私は。さてと、そろそろひと筋肉動かしますか。マッシュル、今日ここに3人の魔法少女が再び揃った。革命軍の本当の強さ、本当の覚悟、俺たちの戦いはこれからだ。テレビアニメ魔法少女マジカルデストロイヤーズ。え？だって殺さなきゃならないとは感じないから。誰？知性。血のつながらない兄弟バッテリーとその妹、明星学園野球部の新たな挑戦が始まる。目指すは甲子園。ミックスブルーレイ DVD 発売。なんだお前らは。うちに上がり込んで何してる。こんな薄情な孫じゃおばあちゃんも浮かばれないわね。夜のジョギングで残ったのは無駄に育ったキャラだけとか。まあ興味はないっすね。山田くんとレベル999の恋をする。して世界を救ってもらう。誰がやるかめんどくせえ。見て勇者様よ。勇者様素敵。この姿なら世界中のむっちり太もも美少女にギーツを吐かせることもできる。テレビアニメ勇者が死んだ。あなたを誰よりも輝くワールド大スターにしてあげる。私ここで初めて役者になりたい。この世は舞台、人は皆役者よ。私とあなたはよ。違うよ、ちょっと失敗しただけだからね。ちゃんと妹やりなさいよ、あんた。それは設定であって、実際はあの人と仲良くもなんともないよね。どうしたの？いつも見たく可愛い顔見せてよ。